第2試合タッグマッチ、モハメドヨネ正木民也対原田大輔忠介の一戦です。原田率いるジュニアの軍団ラーテルズは早田と陽平が今夜 GAC ジュニアタッグ王座に挑戦します。そして原田も 10.1 横浜分隊で石森の持つ GAC ジュニアヘビー級王座への挑戦が決定しました。このところ結果に恵まれていない原田がようやく勝ち取ったこのチャンス、新生ノアジュニアのキーマンがいよいよベルトに挑みます。原田元気盛んであります。そして原田の姿が見えました。石森を頂点とするノアジュニア、その勢力図を原田はラーテルスで塗り替えるつもりです。ラーテルスの若き指導者、まずは原田がコールされました。そしてラーテルスの特攻隊長忠助、荒っぽさが売りの選手であります忠助です。忠助がコーナーに座り込みます。そしてその上にはコーナーマットに原田がドカッと座り込んでおります。さあ館内が明るいムードに包まれます。ラーテルズの2人に対するのはモハメドヨネ、マサキタミヤ、ヘビー級の2人が入ってまいります。ヨネ、キタミヤという非常にタフなコンビ、ジュニア改革を目論むラーテルズコンビを迎え撃ちます。ラーテルズの2人がじっと花道を見据えている。さあその中をマサ・キタミヤ、肩を怒らせながらキタミヤが先頭を行きます。そして後方からヨネ、今夜も自慢のアフロが揺れております。アフロラジーアフロション、イエス・アフロフェイス、マサ・キタミヤ、俺の心を持った日本男児マサ・キタミヤ、ヘビー級を支えるベテランモハメドヨネであります。第2試合タッグマッチです。青コーナーは原田と忠助、ラーテルズの2人であります。そして赤コーナー、こちらが原田と忠助、赤コーナーはモハメドヨネ、マサキタミヤというヘビー級のコンビであります。さて佐久間さん、この試合はどうご覧になりますか。はい、まあ、これはね、やっぱヘビーとジュニアの戦いなんでね、ラーテルズがこのタフな2人にねどうやって向かっていくかですよね。やっぱりこう真っ向勝負ももちろんなんですけど、はい、何かこうねヘビー級を脅かす策というのもね見てみたいですよね。ゴングが鳴りました。先発は青コーナーが忠助、赤コーナーは正木民也、画面向こう側です。こちらが忠助、忠助は早田と陽平とともに新生ノアのリングにやってきた選手です。キャリア10年、31歳です。大阪プロレスではチャンピオンまで上り詰めました。まあ、佐久間さん、この忠助もですね、はい、隙あらば行くぞというそういうこの熱というものを感じますよね。そうですね、まあ、割とこう物怖じしないタイプですからね、こういろんなどんな選手とやってもガンガン向かっていきますし、今日のね北宮ヨネっていうのは忠助としてはやりがいのある相手だと思いますよね。まあ、相手がヘビー級ででもですね、今シリーズその中島勝彦に噛みつくなど、はい、まあ、絶対折れないとね、いうふうに言ってるんですよね。はい、いや、まあ、その意気込みっていうのはね、やっぱり素晴らしいものがありますよね。やっぱりこの早田洋平ともタイプが違いますし、原田ともタイプが違いますし、まあ、ラーテルズの、ね、切り込み隊長という感じではありますよね。さあその忠助が原田とともにまさきたみを蹂躙しております。ラーテルズは今ジュニアで非常に乗っているチーム、この2人と早田と陽平、4人でのチームなんですが、おっとクローズラインをかわした、ダブルラリアット読んでいる。ラーテルズ呼吸がぴったりです。こういう連携ですね。まあ、ラーテルズ残りの2人の早田と陽平が今日 GAC ジュニアタッグ王座に挑戦しますが、この2人もなかなかのものを持ってます。おっとダイビングエルボー、やっぱりスピードと連携でしょうね、ラーテルズの持ちは。そうですね、それで崩していく。まあ、ヨネと北宮は普段組んでるわけではないですからね、はい、やっぱ孤立させながら攻めていくという形になるでしょうね。場外フェンスにぶつけていきましたヨネ、忠助を返り討ちにします。リング内では原田と正木北宮です。
原田のおっと攻撃がちょっとまさきタミヤに吸収されてしまっております。おっと背後からドロップキック、原田よく見てますね。まさきタミヤのペースに付き合いません。原田がブレンバスターに対する、おっとしかしフィナルと返していきました。まさきタミヤこの辺りはさすがヘビー級、下高に腰を打ちました。原田さあタッチに行こうとしたところ、忠助がうまく分断しました。タッチが認められてないですかね。そうですね、ヨネタッチに行ったんですが、忠助がそこに割って入りました。依然としてまさきタミヤの出番が続きます。まあこういった組織力チーム力でね、はい、やはりラーテルズは勝負するよく分かってますね。そうですね、なかなかここまでいいペースで戦ってますよね。はい、まさきタミヤを孤立させております。2人でおっとエルボー落ちますが、キタミヤが強引にこの局面打開していきます。しかし原田は素早くバックになった。おっと連携があるぞ、忠助が飛び込んでくる、ラリアットとジャマン、カウントが入ります。カウンター2、絶えずこうヨネを、ね、分断するという戦い方いいですね。徹底してますよね、はい。原田が忠助につなぎました。忠助が不敵な笑みを漏らして、おっとまずは赤コーナーのヨネに襲いかかっていきました。ここでも2対1という局面を作ろうというのか。忠助もこの荒っぽさそしてパワーが売りなんですが、ただその反面ですね、割とこのずる賢いところもあったりとか、はい、そうですね、なかなか巧みなんですよね。そうですね、しっかり相手を見ながら戦ってますよね。おっとショルダータックル、まさきタミヤショルダータックル、忠助を吹っ飛ばした。そしておっと原田に対しては担ぎ上げたバックリップ、力技でこれ、ね、脱却した感じですよね。ヨネ、はい、が手を差し出している。飛び込んでヨネにタッチです。ようやくヨネに入りました。モハメドヨネ体力を温存しておりました。走り込んで忠助に対してラリアット、正面から食らってしまうと苦しいですよね。ヨネの重いラリアット、観客からどよめきが湧き上がりました。2発目、おっと返されましたが構わず行きます。忠助ビッグブーツ、おっとヨネロケットキック。ヨネはクワイエットストームとのフィフティファンキーパワーズの絶好調です。去年12月にストームの欠場で流れてしまった GAC タッグ王座挑戦をヨネは目指しています。5分が経過しました。ボディスラムで叩きつけます。ヘビー級コンビ盛り返してきた。ダイビングレッグドロップ、ギロチンドロップです。おっと原田がなだれ込んできました。それを見たマサーが入ってきます。この形になるとやっぱりラーテルスは苦しくなりますよね。そうですね、原田が場外です。ヨネが狙っています。ロープを揺らして走り込んでいく。おっと切り返していく、逆さ抑え込みを狙う、踏ん張るヨネ、おっとハイキック、そしてくるっと1回転させた。いいタイミングでしたね。そうですね、いいフォローでしたよね。これやっぱりまたね、北見を分断して今度はヨネを2対1で、ね、攻めたいところではありますよね、はい。さあ原田大輔、画面向こう側 10.1 横浜分隊では石森との GAC ジュニアヘビー級選手権も決定しております。さあその戦いに向けてこのジュニアの意地というものを見せられるか。おっと強引に持ち上げていきました。まさきタミヤ、さあ突っ込んでくる。わあ、おっと場外まで原田が吹っ飛んでしまいました。いやー、この圧力がすごいですね。馬力の違いが出てしまいましたね。やはりヘビーとジュニア、そのあたりの力の違いが出ているか。リング内ではおっと二人がラリアットを打ち合う。忠助が体ごとぶつかるようなラリアット。ヨネも倒れない。ヨネが追撃していく。もう一発ラリアット。これは厳しいですね。ガッチリと押さえた。忠助返します。自力で返します。
今原田は分断されている、戻れない状態。忠輔はさあしのぎ切るか。ギョネが走り込んでくる。ありがとう。さあ盤石の体勢、担ぎ上げたモハメド・ヨネ。筋肉バスター、豪快に決めました。筋肉バスター、スリー入りました。モハメド・ヨネ、もうこれを食らってしまったらどうにもならないですね。そうですね。モハメド・ヨネ、クワイエット・ストームとの GAC タッグ王座挑戦という目標に着々と歩を進めております。7分32秒、筋肉バスターでモハメド・ヨネが忠助を仕留めております。まあヨネがこれまた好調をアピールしましたので、はい、もしかするとですね、今夜行われる GAC タッグ選手権、この勝者に、まあ、ストームとアピールするかもわかりませんね。そうですね、やっぱりもう調子自体はね、もう絶好調ですからね。まあ、今日の試合に関してはね、ラーテルズの方はよく考えた戦い方をしていたなとは思いますけど、そうですね、まあ、何分この力の、ね、馬力の差が出てしまったという印象ですね。モハメド・ヨネ、マサ・キタミヤがヘビー級としての貫禄を見せる一勝となりました。さあそしてラーテルズですけれども、このチームはでもハングリー精神とこの野心が非常にエネルギーにしてね、はい、そうですね、まあ、今日もねこう敗れはしましたけどいい戦い見せましたから、この後タイトルマッチを控える早田と陽平にはこう、ね、いいエネルギーを与えることができたと思いますね。早田と陽平にこの熱は伝わったと思います。さあ忠助が大ダメージを負いましたが、自力でドレッシングルームに引き上げるとしております。第2試合タッグマッチはモハメド・ヨネ、マサ・キタミヤ組が原田忠助組から勝利を収めています。